うまいね。はい、こんにちは。今日は絵を描きたいと思います、はい、結構僕絵が得意です過去にはドラえもんとかミッキーマウスを描いて絶賛いただいたこともありますこうやって固定して描いてるんで無重力は関係ないけど、この絵の具がこう空間に飛び散らないようにガードしながら気をつけて描きたいと思います。ここにパレットってことはここに置けばいいのか。そうですね。おお、普通に出るんだ。普通に出ますね。何かこう決まってるんですか。決まってるよ。これ落としたいんだけど、どうしよう。あ、これで拭いていい。それで拭いてください。これは地球ですか。なんでわかった。わかります。タイトルは、宇宙で初めて見た地球。日の出ですね。違うんだよね。違う。日の入りなんだよね。あ、日の入り、うん、これは実際にこう見た人じゃないと描けないんでしょ、うん、ここに赤が入ってるじゃん。なんか違うんだよ。地球の上はどうしましょう。ここはね、今日色がないからまた日本帰ってから行きながら描いたにしたら上手じゃない、うん、これでいいや、かわいい方、うん、サインより ISS がでかくなった。もうちょい、これが悪い。筆あ、サインかとね。まあ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 、いいね、サインかとね。味ある。うまいね、うん、なんか色合いがいい、うん、この絵はどうします。地上に持ち帰って。持ち帰るの。持ち帰れますよ。まあどうせなら持ち帰った方がいいか。視聴者プレゼントありますか。いらないくない。いらない。もらってくれる人いる。もらってくれる人いるでしょ。いるかも。ドラえもんもらってくれる人いたんですか。確かに。あれでニーズがあるならこれは売れるんじゃないいやー、やっぱ無重力だと難しいね。やっぱ筆が乗らないね。ちょっと乗り悪いでしょ、今日。いや、分かんない。はい、ということで、宇宙に来て初めて落ち着いて窓の外を見た時に見えた地球がこんな感じでした。ちょうど日の入りぐらいの時間だったんで、地球のこの輪郭の部分、本当にこういう丸さで見えるんだけど、虹までいかないけど3色とか4色ぐらいなんか色が見えたんだよね、はい、なんか意外といいね。いいね、うん、はい、ありがとうございました。